はい、こんにちは。プロスペクト法律事務所の弁護士の坂口康です。今回はちょっと最近控訴審からの相談や依頼がちょっと増えてきているんで、刑事事件の控訴審について簡単に解説したいと思います。はい。で、刑事裁判って日本の法律ではもう第一審が全てと言っても過言ではないぐらい、第一審が重視された、手続きになってるんですね。はい。要はですね、控訴審っていうのは、第一審の判決に対して不服があるときに控訴ができるとされているんですけども、自己審というシステムになってまして、第一審の裁判に提出された証拠関係をもとに、その第一審が下した判決の内容が不合理か不合理じゃないか、要は正しいのか正しくないのかっていうのを再度確認をしてみましょうというのが控訴審の裁判のあり方なんです。はい。もう言ってしまえば、第一審でやった裁判をその、書類、裁判書類ありますよね、それを全部見返して、第一審で出した判決がその証拠を全部見返した結果、正しいのか間違ってるのかを再確認しましょうというのが刑事裁判の控訴審ということになってるんです。はい。だから、さっきも言いましたように、控訴審では原則として新しい証拠を提出したりとすることが基本的にはできませんので、なので第一審をいかにしっかり戦うかっていうことがすごく重要なんです。はい。で、控訴審の段階になってから私のところに、相談や依頼をしてくる方結構いるんですけども、本当に第一審でなんでその証拠を出してないのとか、どうしてそういう主張しなかったのとか、そういったことばかりなんですね。はい。なので、本当に控訴審で弁護士変えるとか、そういうことをもし考えることが可能性としてあるんだってことなんであれば、第一審の段階からきっちり自分の信頼できる弁護士さんに依頼をして、第一審をもう徹底的にしっかりとやってもらうってことがとても重要なので、刑事裁判に巻き込まれてしまったとか、家族が刑事裁判に巻き込まれていて心配だから、最善を尽くしたいとかって考えている方いらっしゃる場合には、第一審の弁護士さんをしっかりちゃんとした方に依頼してほしいなっていうところが正直あります。はい。控訴審からあれをやりたい、これやりたい、こんな主張したい、こんな証拠出したいとかって急に言っても、本当時すでに遅しってこと多々ありますんで、なんで第一審の時にしっかり頑張って戦ってもらいたいなと正直思います。はい。とはいえ、控訴審から依頼を受けたりとか相談を受けたりっていう、そういうことあるんで、いろいろできることをしっかりやっていくしかない世界ではあるんですけども、弁護側の控訴して控訴審で結論が変わるケースっていうのは、大体 10% 未満ぐらいだって言われてるんですね。だから10回控訴した事件があると、そのうち1件、結論が変わるか変わらないかぐらいのレベルの確率論でしかないので、やっぱり第一審本当重要なんで、第一審しっかりやってもらうと、本当に信頼できる弁護士さん第一審につけてもらってやってもらうと。でさらに、控訴審からもう弁護士変えるっていう時も、ちゃんと控訴審分かってる弁護士さんに依頼いただくっていうのが重要だとは思います。はい。本当刑事裁判控訴審かなり厳しいんで、ちゃんと第一審をしっかり頑張るってことを前提にやってもらって、それでもダメだった時、控訴審から弁護士に依頼するってことであれば、本当控訴審ちゃんと分かってる、理解してる弁護士さんに相談したり、依頼していただくといいのかなと思います。